皆さんこんにちは。 TRA 石川ゆのです。私が皆さんにご紹介するのはウィムジカルタロット、直訳すると気まぐれタロットというような意味になります。皆さんがよく知っている物語や童謡などがモチーフとなったカードですので、カードの意味と合わせてこんなお話あったななんて楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは早速今日も1枚ご紹介しましょう。今日ご紹介するカードは吊るし人のカードです。このカードに描かれているのは逆さまに吊るされた女性、砂浜に打ち寄せる波とたくさんの貝殻、そして魚を取る網。ここは海辺です。このカードのモチーフはロシアの民話金の魚からガミガミ言う魚売りの女です。ロシアの民話金の魚、このお話も日本人にはあまり馴染みのないお話なので簡単にご紹介しますね。青い海のほとりにおじいさんとおばあさんが住んでいました。ある日おじいさんが海に網を投げると金の魚がかかりました。おじいさん、私を海に返して、その代わりお礼をいたします。何でもお望みのものを差し上げます。なんとその金の魚は人間のような声で頼んだのです。おじいさんは何も望まず、元気で暮らせよと金の魚を海へ返してやりました。その話を聞いたおばあさん、なんでお礼をもらわなかったんだ、せめて洗濯桶でももらってくればよかったのにと激怒します。おじいさんは海へ行き金の魚へ呼びかけました。すぐにやってきた金の魚におじいさんは、うちのばあさんがうるさくてたまらないんだ、新しい洗濯桶が欲しいと言うんだよと頼みました。金の魚は、心配いりません、お帰りなさい、新しい桶がありますよと答えました。おじいさんが帰ってみると確かに新しい桶がありましたけれども、おばあさんはさらに怒鳴り散らします。なんで洗濯桶なんだよ、立派な家が欲しいと頼んでおいで。仕方なくおじいさんが海へ行くと、海は少し濁っていました。また同じように金の魚を呼び願いを叶えてもらいました。ところがまたおばあさんは怒っています。家だけじゃなくて貴族の身分が欲しい。おじいさんはまた海へ行きました。すると海は荒れていました。また同じように金の魚を呼び願いを叶えてもらいました。そうやって一つ願いが叶うとおばあさんは他のことを願うのです。そして不思議なことに、金の魚が一つ願いを叶えるごとに、青く澄んでいた海はどす黒く荒れ狂っていきました。とうとう女王になったおばあさん、海の女王になって金の魚を家来にしたいと言い出しました。おじいさんは口答えすることもできず、荒れ狂った海へ行き、その向かいに金の魚が何も言わずに海の底へ姿を消しました。
金の魚の返事はありません。おじいさんがおばあさんのもとへ帰ってみると、金の魚に一番初めの願いを叶えてもらったその前に、すべてが戻っていました。そして海も、おじいさんがずっと見てきた青く穏やかな海に戻っていたのでした。日本の昔話でいうところの下切りすずめにちょっと似ていますかね。それにしてもおじいさんとおばあさんが出てくると強欲なのはおばあさんの確率が高いような、ちょっと複雑です。ではもう少しカードを見ていきましょう。片方の足で網に逆さまにぶら下がっている魚売りの女、彼女は紫と白の精神的な面を表す色の服を着ていますが、肉体的な面を表す赤いショールも身につけています。彼女は飽くなき貪欲に対する罰を受けています。母なる海の使者ともいえる金の魚が罰を与えたのでしょうか。今、彼女の体は精神的な面と肉体的な面との間でバランスを示すために、一時停止されたアニメーションのように、彼女の足は空を指し、彼女の頭は海の近くにぶら下がっています。母なる海は彼女が欲するものすべてを持っています。その海が耳元で優しく、囁いているようです。彼女の何かを悟ったような顔は今や無表情であり、貪欲と欲望がそこで一旦落ち着くと内なる平和が生まれます。海風に揺れながらとても満足しているようです。彼女はもはや問題を抱えていませんし、心配することもありません。彼女の耳に聞こえるのは、手に持った貝殻から響き渡るスピリチュアルな謎と、海の子守歌だけなのです。このカードのキーワードは、スピリチュアルな領域を探る、内なる旅、精神的な自己の発見、です。このカードから受け取るアドバイスです。吊るし人のカードはとてもスピリチュアルなカードです。人生の精神的な面、肉体的な面を同等の関心を持ってみて、それに応じてバランスを取る必要があることを思い出させます。人生の競争に巻き込まれすぎて自分のことが見えなくなっているのなら、休憩してください。自分を惑わすあらゆるものをシャットダウンするのです。すべての通信手段をオフにします。リラックスして静かな時を過ごしましょう。そうして取り戻した新鮮な目、異なる視点で物事を見てください。自分のことをゆっくり考えましょう。誰もがこの世になくてはならない存在であり、あなたがいなければ今と同じ世界ではなくなるのだと、あなたの存在が違いを生んでいるということを覚えておいてください。体をいたわるように心もいたわってください。そうして初めてあなたは物事をあるがままに見れるようになるでしょう。それでは今日のまとめです。
順番に78枚のカードを紹介していきます。本日は石川里乃がお送りいたしました。